伊勢神宮下空伊勢神道とは、伊勢神宮で生まれた神道の説。下空の神職の間で唱えられるようになった。このため、渡来神道、下空神道とも言う。鎌倉時代末期に、それまでの両部神道や三能神道などの本寺衰弱説とは逆に、反本寺衰弱説が勃興するようになり、その影響で、伊勢神宮の下空の神官である。 渡良家行によって、伊勢神道が唱えられた。伊勢神道は、神道五部署を根本経典とする。また、儒教、道教思想の要素も含まれた、最初の神道理論とされる。伊勢神道は、現行により、日本が神国であると再認識し、日本における唯一絶対の宗教は神道であると、する勢力から支持され発展した。日本初期によると、 山和姫命は十一大水任天皇の御子で、天テラス大臣の三つ絵台として、各地を巡行し、伊勢の地で神宮を創始した。神道御武将と呼ばれる、伊勢神道の根本資料の一つ、山和姫命を機に、渡来軍を中心とする、山和姫命の足跡が数多く記されている。その思想は、月空の祭神である、とゆけ大臣を、天地開闢に先立って出現した。 アメノミナカヌシノ人や国のとこたちの村と同一視して内空の祭人であるアマテラス大臣をしのぐ普遍的深格とし内空に対抗する要素があった。それまで外空の豊家大宮は内空のアマテラス大臣に奉仕する御千津紙とされていたが渡来氏は神道五部将根拠に外空を内空と同等あるいはそれ以上の権威あるものとし 伊勢神宮における下空の地位の引き上げを目指した。伊勢神道の理論の構成には、中国思想の影響が多分に感じられるが、絶対神の存在を強調することで、神を、仏つの上位に置き、反、仏つ、廃仏の姿勢を示したのである。伊勢神道は、鎌倉時代、室町時代を前期、江戸時代を後期とする。代表的な神道家として、創傷者の渡良家行きのほか、 出口信義などが挙げられる。ABC 日本使用語研究会、筆形日本使用語実況出版、2009年、4定番。AB 全国歴史教育研究協議会、日本史 B 用語集、A 兵器山川出版社、2009年、改定版伊勢神宮の伝承文化見直す宮川、山和姫伝説めぐるガイドツアー、浸透業法の本。 日本の冷凍を貫く神技法則の秘事学研、ブックセセテリカ、2005年、31、元伊勢伝承の源流伊勢神道と神道ご部署、ありがとうございます。